吉田さんお疲れ様です。まあね、いろいろと制度の矛盾とかはあるんですけども、私はね、平等とか公平っていうものね、平等と公平の違いについてはまた別の機会を話しますけども、平等とか公平っていう概念が2種類あると思うんですよ。一つは、例えば同じ料金を払って電車に乗りますよね。で、同じ料金払ったんだから、まあ俺にだって座る権利があるっていうふうに当然の主張をする方です。これがだから前提としての一つ目の平等公平ですよね。もう一つの平等公平っていうのは、やっぱりこう体格差とか体力に差があるから、結果的に平等や公平にしようよっていう働きなんですよ。例えば体力がある20代30代の若者は、まあ電車に、まあ乗ったらね、立つ方を引き受ける。でも体力的に厳しい人は、その消耗を抑えるために、まあできれば椅子に座っていただくってことで、結果的に、消耗する度合いが平等や公平になるんじゃないかなってことなんですよ。よくね、生活水準がちょっと苦しい方、住民税非課税世帯の方からは、その住民税を取らないよっていうふうな税制免除のそういった制度がありますけども、あれを益税だとか言わないですよね。消費税に関しましても、やっぱり売上の小さい事業者さんからは消費税取らないよってことで、事業をね、なるべく続けていただくような配慮がなされてるわけですよ。でもそれをもって、いや、小さい企業だろうが大きい企業だろうが、消費税 10% を分取るのは平等だ公平だっていうのも正しいじゃないですか。だから結果的に平等や公平にしようとしている、その作用のことを福利厚生とかね、社会保護とか弱者救済っていうと思うんですよ。でも、もう前提として、もう子供だろうが大人だろうが1割分取るんだみたいなね、そんな形になっていくと、例えば子供が100円持ってね、駄菓子屋に行っても、今までは10個商品が買えていた10個の10円のやつはね、でも9個しか買えないってことになって、それは稼ぎの力がない子供にとって平等なのかな、公平なのかなっていうふうな疑問残るかなってことなんですよ。まあ、総じて、優先席とかね、ああいうなんか措置っていうのは、結果公平を求めてできたもんじゃないかなと思うんですよ。でもそこに、いや、俺だって金払ってんだから、これどこの席だろうか座らせろっていうふうな正論は結構冷たいなっていうところですよね。うん。まあだから手心を加えるってやつですか。やっぱこう、インターネットでビジネスやってても、例えば30万円の商品ね、お金がない方には分割みたいな措置があるじゃないですか。もちろん分割には金利がつくみたいなデメリットもありますけども、そうやって一人一人の違いに配慮してこそじゃないかなと思うんですけどね。